ザスト s ン・ローゼズ、ザスト s ン・ローゼズ、ザストーン・ローゼズは、イギリスのロックバンド。1983年に、マンチェスターにて結成され、ニューオーダーやハッピーマンデーズ、ザ・シャーラタンズといったバンドと共に、マッド・チェスタームーブメントの中心的存在として活躍。ザスト s ン・ローゼズ、1989年と、セカンドカミング、1994年の2作を表した後、 1996年に解散。オアシスをはじめとするグリッドポップや後の音楽シーンに多大なる影響を与えた。解散後も幾度となく再結成が噂されてきたが、2011年10月18日に再結成することが正式発表され、2012年6月29日から7月1日までの3日間、マンチェスター北にあるヒートンパークにて、 合計22万人を集めたライブを行った。1983年、幼馴染みのヤン・ブラウン、ボーカル担当とジョン・スクワイア、ギター担当によって結成される。残りのメンバーは、リズムギター担当のアンディ・カズンズとベース担当のピー・ガーナー。1984年に、ドラムス担当のサイモン・ウォルステンクロフトが脱退した。後新たに、デニ、本名アラン・レンが ドラマーとして迎えられ、ラインナップが固定された。ストーンローゼズというバンド名の由来は、諸説ある。一つは、ローリングストーンズのストーンとポールウェラーに、系統していたイアンが、ザ・ジャムのイングリッシュローズから付けた、いうもの。また、ロキン・オン氏のインタビューでは、硬いものイコール石、と柔らかいものイコールバラの組み合わせであると語っている。 1984年の夏を作曲と練習に、費やした後、同年10月23日に、ロンドンにて、初めてのライブを行う。1985年春には、プロデューサーのマーティン・ハネットと共に、スタジオ入りする。当時の彼らは、展開が早く攻撃的で、パンク色の強い曲を演奏していたが、後にファーストアルバムの一曲目を飾る、幻想的な、I wanna be! アドアードもこの頃に書かれており、音楽的に過渡期にいた。結局、ハネットとレコーディングした作品にメンバーは納得せず、お蔵入りとなった。しかし、このセッションから得られた、ソーヤング、テルミーが両英面ンシングとして、同年9月に新ラインでーズからリリースされ、結果的にこれが、ローゼズのデビューシングルとなった。1986年5月にカズンズが脱退し、 ローゼズは4人編成となる。1987年5月には FM リボルバーよりセカンドシングルサリー・シナモンを発表。これまでのセックスピストルズ調のノイズをゴーゴーと響かせた曲から一転し、バーズ調のメロディ重視の楽曲へと大きな変化を遂げる。初期プレスの1000枚は完売し、全英インディーチャートで最高3位を記録した。6月にツアーを行うがこの頃に、 ピートガーナーが脱退を申し込んでいる。イアンは後に、俺たち、ツアーに出るにはピートは、良いベーシストじゃないんじゃないかって話してたんだ。俺たちは、あいつの評判が良くないことを耳にしていて、どうしよう、ピートはマジで最高に良いやつなのにって困っていたんだけど、ピートが、自分から辞めたいと言ってくれてね。それで、俺たちは救われたんだ。あいつは、 お前らはビッグになりそうな予感がするけど、自分はその一人として貢献できそうにないと言ってきた。辛かったよ。と語っている。1987年8月に、ベーシストの間に、本名ゲイリーマンフィールドが加入し、よく知られた顔ぶれが揃う。翌年10月には、ニューオーダーのピーター・フックによるプロデュースの下で、シングルエレファント・ストーンをリリース。前後して、 シルバートーンとレコード契約を結び、アルバムの制作に着手する。1989年の初頭にかけて、ジョン・レ・キーをプロデューサーに迎え、レコーディングを行う。1989年2月にはアルバムに先駆けて、シングル、メイド・オブ・ストーンをリリース。当初の反響は小さかったが、3月11日に、エネミー氏のシングル・オブ・ザ・ウィークに選ばれる。 5月にはマンを持たして、ファーストアルバム、ザ・ストーン・ローゼズを発表。前衛アルバムチャート初登場47位を記録し、最高32位まで上昇。同年7月、シングルカットされた、シーバングス・ザ・ドラムスが、前衛インディーチャート1位を記録する頃にはプレスも、彼の存在を無視できなくなり、ストーン・ローゼズの名は、急速に、英国全土へ、名が広まっていった。 特に BBC の番組に出演した際、演奏途中で停電が起きたことに起こったイアンが、視界に向かって苦し、アマチュア。と罵の知ったという事件は、良くも悪くもバンドの知名度上昇に一役買った。秋に入ると、英国外でも短いツアーを行い、10月の初、来日公演では東京など4会場でライブを行った。11月、シングル、フールズゴールド。 What the world is waiting for リリース。全英シングルチャート最高8位を記録し、初のチャートトップ10入りを果たす。年末の特集記事では、多くの音楽雑誌がローゼズを、ベストニューカマーに選出。エネミー誌だけでもバンドオブザイヤー、ベストニューバンド、シングルオブザイヤー、フールズゴールド、アルバムオブザイヤー、ザ、ストーンローゼズに選ばれた。1990年1月。 元所属レーベルの FM リボルバーがバンドの意に反してシングルサリー・シナモンを再リリースしてミュージックビデオを制作したことに抗議。オフィスに乱入したローゼーズとそのマネージャーはあたりに青と白のペンキをぶちまけた。翌日メンバーは逮捕され3月に器物損壊罪で有罪判決を受けた。5月27日にはスパイクアイランドにて後に伝説となる。 野外ライブを行う。約2万7千人の観客を動員した。このライブは、バギー世代のウッドストックと称され、ローゼズのキャリアのピークとなった。6月、シングル、ワンラブをリリースし、最高4位を記録した。同じ頃、所属レーベルのシルバー等における待遇に不満を持ったバンドは、移籍を希望するが、レーベル側は契約を盾に、これを拒否。問題は、 法廷闘争に発展するが、1991年5月に契約の解除が認められ、ローゼズは新たにゲフィンと契約した。泥沼化していた裁判に加え、イアンとジョンが父親になり、バンドに近しい人物が相次いで亡くなるなど周辺環境に大きな変化が生じたこともあり、ローゼズは長きにわたる沈黙に入る。ファーストアルバムからは5年半。 最後のライブからは4年半が経過し、英国の音楽シーンにおけるブームもマッドチェスターからブリッドポップへと移り変わっていた。そんな中で、1994年12月にセカンドアルバム、セカンドカミングが発表される。ジョン主導で制作され、レッドチェッペリンからの影響が色濃く伺われる本作は、全英4位、全米チャート47位を記録し、 イギリスではプラチナムに認定された。また、アルバム発売にあたり、ホームレス救済雑誌、ビッグイシューに独占インタビューが掲載された。シングル、ラブスプレッツも2位を記録し、一定のセールスを上げる一方で、音楽性が急激に変わった本作への評価は、芳しくなく、一部のメディアからは酷評された。翌1995年の3月に、レニが、 突然バンドを脱退する。脱退理由の正式な説明はなされないまま、公認にロビー・マディックスが加入。4月には、ノルウェーのオスロでのライブを皮切りにヨーロッパとアメリカを回るツアーが開始された。しかし、その途中の6月に、ジョンがサンフランシスコでマウンテンバイクを運転中に鎖骨を骨、直後に予定されていた日本ツアーなどが延期になり、 グラストンベリーフェスティバルへの出演がキャンセルされた。12月には1989年以来となる全英ツアーが行われ、チケットは即完売した。1996年4月1日、ジョンが脱退。彼が残した声明で、バンドを去ることは、過去数年間に次第に生じていった人間関係と音楽性の溝から避けられない結果だったと説明されている。には、 エージアやシンプリーレッドでセッションギタリストを務めたが迎えられ、夏に予定される複数のロックフェスティバルに向けて準備が始められた。8月25日にはレディングフェスティバルの大鳥に出演。しかし終始音を外したイアンのボーカルや女性バックコーラス兼ダンサー陣を加えたステージは観客に受け入れられず、ブーイングや物が飛び交う事態になった。 加えてプレスも一斉にローゼーズのパフォーマンスを批判した。これを受け、イアンとマニは10月に解散を発表、ストーンローゼーズの歴史に終止符を打った。ボーカルのイアン・ブラウンはソロ活動を開始し、1998年にソロアルバムアンフィニッシュド・モンキー・ビジネスでデビュー。2011年までに6枚のオリジナルアルバムと1枚のベストアルバムをリリースした。 ギタリストのジョン・スクワイヤはザ・シー・ホーセズを結成。1997年のデビューアルバムは一定の成功を収めるもメンバーとの音楽性の相違により1999年に解散。2002年にソロデビューし2枚のアルバムをリリースするが、2000年代半ばからは画家としての活動が中心になっていた。マニは1996年にもともと進行があった。 プライマルスクリームにベーシストとして加入。バニシングポイント以降のアルバムでプレイした。また、DJ としても活動し何度か来日もしている。ドラムスのレニは、自らがフロントマンになり、ザラブを結成。ボーカルとリードギターを務めたが、作品を発表することなく解散した。時折再結成の噂が浮上したが、元メンバーはその度に、これを否定。 イアン・ブラウンは2004年のライブでストーン・ローゼズの楽曲を披露したが再結成の可能性は明確に否定した。2005年には巨額のオファーも蹴っている。また、ジョン・スクワイアも2009年にアート作品によって再結成の意思がないことを再度表明した。その一方で、マニは2008年末のインタビューで再結成への関心を見せていた。また、レニも2005年に マニに誘われて、イアン・ブラウンのライブを見に行った際に、4人が、また一緒に活動することは、絶対にないとは言えない話だけど、それは、今年ではないと述べていた。2011年春、マニの母親の葬儀の際に、イアン・ブラウンとジョン・スクワイアが15年ぶりに会話を、交わす。これまで、絶縁状態だった2人が再会したことで一気に、再結成の機運が高まった。 2011年10月18日、イアン、ジョン、デニ、マニが記者会見を開き、再結成を発表。世界ツアーや新しいアルバムの制作も計画されていることがアナウンスされた。翌2012年6月29、30日、7月1日に、マンチェスター北にあるヒートンパークにて再結成ライブを行い、3日間で22万人を動員。 同年7月27日には、フジロックフェスティバル2012のヘッドライナーして出演した。一連の再結成ツアーは、成功を収め、1200万ポンドを稼いだと報じられた。2016年5月、YouTube に、新曲 All for One がバンドによりアップロードされる。6月にも、同じく YouTube 上に、新曲 Beautiful Sing の音源がアップロードされた。 バンドによる新曲の発表は1994年発表のセカンドアルバム以来22年ぶり。同胞のハッピーマンデーズ、インスパイラルカーペッツラと共にマンチェスタームーブメントの中心的存在として活躍した。実質的な活動期間は短かったことに加え、発表したオリジナルアルバムはわずか2枚だったにもかかわらず、オアシスやブラーといった ブリッドポップムーブメント機のバンドに計り知れない影を与えた。特にオアシスのギャラガー兄弟は数杯とも取れる、尊敬の念を抱いている。フールズゴールドとアイウォーナビアドワードは彼らの代表曲となっている。サリー・シナモンを除くウォーターフォールまでの全シングル CD は91年にコンパクトシングルスコレクションとしてボックスセット販売された。ソヤングは初 CD 化。 別カバーで収録。1996年にはシルバートンからの全シングル CD が再発された。2005年には DVD 付きシングル CD サリーシナモンが発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。